高野大カンツリークラブは、千葉県千葉市花見川区横戸町に広がるゴルフ場である。高野大カンツリークラブは、1930年、前身である高野大ゴルフクラブが、大和スポーツ協会によって設立され、千葉県千葉郡小手橋村横戸事故台の山林にゴルフ場を建設したことに始まる。アウトコースは、現在のインコースの場所、 現10番17番ホールで97番9番ホールに該当する。インコースは現練習場から2番3番ティグラウンド下のインバス水までに広がっていた。コース設計は教会の一員でもある清木和夫が言った。1932年6月18ホールのゴルフ場は完成し開場した日本の当時の18ホールのコースとしては最も長いコースでそのため 日本プロなどの大競技が集中して開催された。しかし、1945年3月、第二次世界大戦の戦況激化によりゴルフ場は閉鎖された。高野大ゴルフクラブは、コースの一部は芋畑になり、クラブハウスには陸軍が駐屯したが、空襲下での機銃奏者に襲われた。そして敗戦、開拓農民が占拠してコースは二十歳になり、ゴルフ場は、 自然消滅となった。1952年10月1日、社団法人、高野大カンツリークラブが設立され、コース設計を井上誠一に依頼し、同年11月、非公式を行った。しかし、助成金を出していた千葉県からクレームが出たため、建設目的を千葉牧場の建設に変更して、農地転用の許可を取った。井上誠一と、 クラブとの間で対立、工事途中で、泉和介に変わった。1954年2月10日、アウトコースは、牧場、インコースが、ゴルフ場と変則的ゴルフ場が仮開場された。同年5月23日、完成し会場された。高野大カンツリークラブは、国内最高の大会、日本オープンゴルフ選手権競技にふさわしい環境を、備えており、 1958年、1961年、2000年、2011年の4回の開催を誇っている。また、歴代の理事長には、稲山義弘、斉藤英志郎など、鉄鋼業界のメンバーが連なっている。郵便番号262-0001千葉県千葉市、花見川区、横戸町1501番地鉄道道路。ありがとうございます。